IBS の主要産サービスの関連性を示したシェーマ。IBS はアメリカ4軍が運用する統合情報配布ネットワーク。既存の複数のネットワークを統合したものでアメリカ軍の情報活動の機関となるネットワークである。IBS はアメリカ国防総省の主たるネットワークの一つであらゆる軍事改定において国家など 高レベル管理の情報資産によりもたらされる高緊急度の情報資料を伝えるものである。ジンタックス計画の一環として既存の戦術データリンクとの相互運用性を確保している。1970年代後期よりアメリカ各軍はテンキャップ計画により主樹の情報配布ネットワークを構築したが、これらはそれぞれ異なるアーキテクチャにのっとっており、 しばしば混乱による弊害が発生した。これらを統合し、再構築したのが IBS である。IBS の目標は、単一のブロードキャスト単一のデータフォーマットの実現にある。これにより、海底の上下を問わず、アメリカ4軍、さらにはアメリカ国家安全保障局の高レベルの情報資産によって収集された情報が、即座に、 作戦指揮官の手元に届くようになった。弾道ミサイル発射の早期警戒情報、戦略偵察機による偵察情報、通信傍受や発信状況などの資源とに至るまで、極めて機密レベルの高い情報が流通しており、米軍の情報活動の機関となるネットワークである。旧来の米軍の情報配布ネットワークは、3つの主流と、 そこから分岐した複数のアリュー流によって構成されていた。三つの主流とは、軍団海底のトリックスズ戦域海底のティブス、全世界的規模のトレ、トラップ、テイディックスズ、B、タクティカルレシーブエキプメント、タクティカル。リレーテッドアプリケーションズ、タクティカルデータインフォメーションエクスチェンジシステム、ブロードキャストであり、またトレ、トラップ、テイディックスズ B から派生して、 TDDS が存在していた。さらに、アメリカ国家安全保障局のベノキュラーもあり、これらは全く別個に構築されたネットワークシステムで、運用設備や回線、データフォーマットなどの互換性は皆無であった。1996年に策定された IBS 計画は、これらを合理化することを目指したものであった。同一の受信設備、 同一の回線アーキテクチャ、同一のフォーマットが採用され、相互運用性は大幅に向上する。現在、上記の各ネットワークは、順次 IBS に統合されつつある。ただし、トリックスとテイディックスズ B の名称は存続しており、またその他のネットワークでも、旧称は、通称として使われ続けているようである。IBSS、通称び旧称は、 TDDS である。従来の TDDS はトラップネットワークにおいてペイディックスズ B のデータフォーマットで交換信エリント、接的報告および関連パラメータを全世界的規模で配信し、ユースクマイナ -101 トレ端末で受信するというものであった。IBS 計画のもとで統合された TDS d、DS、は IBSS という名称に変更されたが、 その目的は同一である。その回線としては、トラップ時代には u h f サトゥコムが使用されていたが、IBS への移行に伴って、これに加えて e h f サトゥコムが使用可能になったとも言われている。この経路での伝送情報は、DSP 衛星が探知した弾道ミサイルの発射警報、アメリカ海軍広域海上監視システムによる、 敵艦隊の位置通報などがあるが、いずれも、探知、吸引具の精度、すなわち、他のオペレーションを開始させるためのもので、これによって、直接交戦を行えるほどの精度ではない。例えば、仮想敵の弾道ミサイルの発射に際しては、本経路で配信された、早期警戒情報に基づき、イージス BMD 艦は、時間の案、スパイマイナス -1 レーダーを特定の方向に集中して、 操作し、ミサイルを探知、捕捉して、迎撃ミサイルを発射することになる。従って、IBSS は、ミサイル防衛において、極めて重要な経路であり、アメリカ海軍のイージス BMD 艦は、他艦に優先して、JTT を搭載しつつある。なお、TDDS において、従来使用されてきた端末であるトレは、シブス、M モジュールの組み込みによって、JTT 化され、 IBS においても引き続き使用されることになっている。トレは NTDS やアクズ e ージ i s システムにも組み込まれているとされている。t ィ d i x z b t ィ d i x z b は元来海軍のネットワークの一部で1990年以降続けられている情報ネットワーク革命の中核的な要素の一つである。1990年に米海軍は ジェリー・オータトル提督主導のもと、コペルニクス C4 i 構造を採択した。これは、全軍事活動の中心は、陸上の上級部隊指揮官や、行政最高責任者ではなく、洋上部隊指揮官であるという信念に基づき、その部隊固有のセンサーからの情報と、外部の情報源からの情報を、戦闘軍指揮所のジョッツの画面に集約し、 作戦系と情報系を緊密に計させて、健全な意思決定を可能にするための情報システムの構築を目標とするものである。その情報システムにおいて、部隊外の情報源からの情報を伝送するための経路が、陸上ネットワークのグロビックス図と、これと洋上とを結ぶネットワークであるテイディックス図である。テイディックス図 B は、 テイディックスズのサブセットの一つであり、陸から海への一方的な配信で使用されるメッセージフォーマットの定義である。一方、双方向のテイディックスズ A は IBS には統合されず、そのままで運用されているが、IBS との相互運用性向上が図られていると見られている。IBSI、通称及び旧称は TIBS である。 シグイント収集機 RC-135、リベットジョイントなどからのニアリアルタイムの多センサー、多情報源の情勢認識情報、脅威警報を、線域改定において配信する。その回線としては、ティブス時代より、衛星通信のほか、直視経路での無線伝送も可能である。この経路での伝送情報の精度は、 IBSS よりも高く、トラッキングの精度と表現される。すなわち、移動目標の連続した位置を表示し、脅威評価、攻撃目標選定につなげることのできる情報である。トリックスは、海軍のシグイン時である EP、EP-3、空軍の対地目標観式である、e、E-8J スターズ、陸軍のシグイン時である RC、RC-12、 高高度偵察機である U-2 などからニアリアルタイムの戦術的情報を軍団海底において配信するネットワークである。この経路での伝送情報はターゲッティングの精度と表現され対応活動にそのまま利用し得るものである。伝送回線としては主として航空機による中継など直視経路での無線伝送が行われる。IBS 計画の重要な目標が 端末の規格統一であったが、これによって採用されたのが JTT である。また、JTT の一環であるシブス s m を組み込むことで、既存の端末であるトレ、CTT、MAT も JTT に移行することになる。JTT には、基本的に JTT と JTT、H の2種がある。これらは、それぞれ複数の構成があり得る。JTT には、 送受信料用の JTTT-R と受信専用の JTT-R がある。JTTT-R の標準的な構成では、受信用に7つ、送受信用に1つのチャンネルが使用できるが、シブス m モジュールをさらに追加して組み込むことで、それぞれ12個と4個に拡張できる。JTT-R の標準的な構成では、 受信用に8つのチャンネルが使用できるが、JTTT-R 同様にシブス、M モジュールを追加することで12個に拡張できる。JTT-H は、全20通信方式の端末で、総受信用の JTT-H3 と受信専用の JTT-HR3 がある。JTT-H3 は、トリックスズの中継端末、全20式の通信端末、 あるいは空中での中継に用いることができる。また、TIBS のネットワークにおいて、マスター、マネージャー、データプロバイダー、あるいはクエリの送信端末として動作することができる。あるいは、トリックスズ、TIBS、GPLSIT、TDDS、ナイシテイディックスズ b のネットワークにおいて、同時に2つのチャンネルで受信することができる。JTT,HR3 は、 JTT-H3 の受信専用版である。また、トリックスズにおいて使用されている既存の CTT-HR は、シブス M モジュールの追加で JTT-HR に変更される。大熊による。ありがとうございます。